前提の彫刻アプローチに並ぶマン、国旗パレデナシオンマイ広場の壊れた椅子の彫刻。かけた足は地雷やクラスター爆弾への反対を表す。国際連合ジュネーブ事務局は、スイスジュネーブにある国際連合の事務所。四つの主要事務所の一つで、ニューヨークの国連本部に次いで二番目に、大きい事務所である。国際連合欧州本部とも呼ばれる。現事務局長は、 2019年に就任したタチアナ、バロバヤ。1929年から1938年にかけて国際連盟本部として建設され、1950年代と1960年代後半に増築されたスイスジュネーブのパレデナシオンに位置する。国際連合の機関の他にも、国際労働機関や世界保健機関といった多くの専門機関や、 国際計算機センターが入居している。さらに国際連合及びその専門機関はパレデナシオンの外にも事務所を設けている。これらの敷地は通常スイス政府により提供されている。ありがとうございます。